中田翔ってどうやったの ?1 年から入ってきてた。すごいっす。何がすごい？一番でかいし、3学年で一番でかいし、うん、距離も一番飛ばしてたし、で投げても球速くて。スーパー1年生で甲子園投げてたもんね。はい。147っすよ。中3が。すげえな。何回も翔に助けられましたね。予選の準決勝も辻内大荒れで、途中で翔が投げて勝って、試合1回戦も辻内が3回で6失点か5失点して、うんうん、もうすぐ変わって、で翔になってから抑えて。翔なんかはさ、すごいなんかイメージ的にすごくやんちゃで、こわもてな風格もしてて、勘違いされることもあるけど、すごい優しくて、純粋な子やんか、うん。そうですね。1年生で入ってきた時ってどんな性格だったんでしょう？見た目は、やんちゃそうですけど、うん、先輩のことちゃんと先輩として扱ってるし、うんうん、